ま、フェスお疲れ様です。24時間。マジで一瞬だったね。フェスの結果がどうやら出たみたいなんだけど、10時に出ると思ってさっき起動したんだけどね、違ったわ。11時。果たして味覚フェスどうなったのか。いや、頼む。辛い派勝っててほしいんだけど、甘い派が一歩二歩リードしてるから結構きつそうなんだよね。これ勝てばスーパーサザエをいっぱいもらえて、しかも風花も喜ぶと思う。なんとしても勝ちたいところなんだけど、前半戦だいぶ負けたけど、後半戦トリカラバトルはだいぶ勝った気がするんだけど、あー、ホラガイ、ホラガイ、ホラガイは甘い派だっけ。甘い派だ。これが結構でかいや、やっぱ。土俵リーズ。これ甘い派でしょ。圧倒的だったもん。甘い派としかマッチングしなかったもんね。おー、やっぱりね。いや、これはもう最後にかけるしかない。貢献度の発表、頼む。いやー、これ緊張するな。お願い、全部勝ってね。3つ。お願い。だはは、ダメだ。甘い派が強すぎる。酸っぱいボロ負けじゃない。いや、辛い派これ勝ててないってことでしょ。うポイント数。おお、いや、もうダメだ。強すぎる。甘い派が強すぎる。なんだこの差は。とんでもねえ。打つ方が圧勝じゃんか。珍しいね、打つ方がこんなに勝つって。たまには打つも勝てる。そういうことか。辛い派もあんなに気張っとったのに、悔しいわ。ほんまやな。えい。なるほどね。まあ、人生は甘くない。そういうことか。もう、甘い派ゆるい集まりやと思って油断してもうたわ。ほんじゃ今日は仕事終わったら甘いもん食い放題に付き合ってもらうの。くっそ辛いが勝ってみんなに激辛ラーメン食べてるとこちょっと見たかったんだけどな。甘い派の皆さん、おめでとうございます。そしてフェス、みんな、お疲れ。何個もらえるんだっけ？ 21 歳、拳で。